へえ、お姉さん就活中なの？早っ。で、何を買ってきたんですか？シュウマイとカツ丼で就活ね。司令、出動ですか？うん、全国、県内大学生への就活支援に関する情報をキャッチした。そこで夢熊隊はこのキーワードを手がかりに就活に向けた取り組みを応援する。夢熊隊出動。当然私のお昼もシュウマイ弁当とカツ丼である。ついていけない。司令キヌカズ、隊長くまモンを中心に県民の夢実現に向け昼夜を問わず駆け巡る熱き心の住人、それが夢くまモン応援隊。この就活スタートアップ促進事業とはどんな取り組みですか？はい、この事業は県内企業の人材確保と新規学卒者の早期離職防止や県内就職率アップを目的とした事業です。そのために県内企業と大学生が相互理解を深める機会を提供し、地元熊本の企業で働くことの魅力を伝えることで若者の定着を図り、ひいては熊本自身からの復興を支援する取り組みです。熊本企業見学バスツアーはその取り組みの一つですね。はい、大学生などを対象に県内の企業をめぐって取り組みや商品などを実際に見て聞いて体験し、その魅力を直接感じることができるものです。今後10月まで数回実施予定です。取り組みとしてはこのほか来年の1月から3月に熊本春のインターンシップを予定しています。特徴としては事前に企業と学生が直接コミュニケーションを取れるマッチングイベントを開催することです。見学先企業の担当者にお話を聞きました。見学に来た大学生の皆さんに伝えたいこととは何ですか？はい、熊本県にも魅力的な企業があるということを学生さんに知っていただきたいです。例えば私たち熊本製粉は1947年に設立された製粉メーカーで、来年は創立70周年を迎えます。近年は長年培ってきた製粉技術を生かして熊本県産米を使用した米粉事業を強化しています。またこの米粉を利用したグルテンフリー商品の開発に特に力を入れており、高い技術と厳格な品質管理体制によりアレルギーをお持ちの方でも美味しく安心して食べることができる商品を追求しております。就活に向けたこの件の取り組みいかがですか？はい、学生に直接企業の魅力を伝える場を提供していただくことは県内企業への就職促進につながると思います。もともと興味があって来させていただきましたけど、やっぱり覗いてみないと分かんないことがやっぱりあったので今日は来てよかったと思います。工場の中身とかその会社の仕組みとかをいろいろ知れてすごい勉強になりました。ところで今村さん、キーワードの 44.4% がまだ分かりません。本事業の目的の一つに新規学卒就職者の県内就職率アップがありましたよね。分かった。現時点では県内の大学生は4割程度しか県内に就職していません。ちょっと残念な数字ですけど、平成31年度までに 10% アップを目指しています。任務完了しました。ご苦労。で、キーワードの意味は？はい、 44.4% とは県内大学を卒業した学生の県内就職率のことでした。就活を支援するこの事業を通じてもっともっと増えていけばいいなと思いました。なお、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。抽選で番組特製図書カードが当たりますので、ご覧の要領でご応募ください。過去放送分もこの番組ホームページから。それではまた来週。次回の夢くまモン応援隊は、安全性の確保と良好な景観の維持を目的とした屋外広告物制度とその有効活用によるまちづくりの事例を紹介します。熊本県の提供でお送りしました。